突然ですが、皆さんはこの英文が読めるでしょうかこの英文が難しいのは、ここが関係代名詞だからです。この動画に最後までお付き合いいただければ、このような関係代名詞も確実に攻略できるようになります。その他、あらゆる関係代名詞を含む文の攻略法をご紹介します。それでは、早速始めましょう。 Mike likes that girl who is sitting on that bench まず、この文を攻略してみます。Mike likes that girl は、Mike はあの女性が好きだですね。その後に、who があります。これが関係代名詞です。そして、その後に、だらだらと続いているのと合わせると、関係代名詞説になります。関係代名詞説は、その前にある名詞を 詳しく説明する働きをします。就職するって言ったりしますよね。この文章の場合、前にある名詞とは girl のことですね。この girl を先行詞と言います。関係代名詞説は先行詞を詳しく説明するためにあります。関係代名詞説がどのように先行詞を詳しく説明しているのかを理解するためには、関係代名詞説と主説を分けて考えます。はい、分けました。 この先行詞と関係代名詞は同じ意味です。that も含めて関係代名詞と置き換えてみます。すると、関係代名詞説は、意味は、あの女性はあそこのベンチに座っている。はい、これで全文の意味がわかりました。Mike likes that girl. マイクはあの女性が好きだ。で、それがどのような女性かというと、 あの女性はあそこのベンチに座っているつまりあそこのベンチに座っている女性が好きだったのです全文の理解ができたのでここで攻略は終わりますがあえて日本語に訳すならマイクはあのベンチに座っている女性が好きだとなるでしょうもう少し難しい英文を攻略してみます I like this sandwich made me that you made for、me. この文を読解します。先ほどの例文よりも少しコツが必要です。この部分、I like this sandwich は私はこのサンドイッチが好きだの意味ですね。その後、唐突に that が来ています。これは関係代名詞と考えるのが妥当です。すると先行詞は sandwich です。関係代名詞説は先行詞を詳しく説明するのが役割なので、 先行詞であるサンドイッチを詳しく説明しているはずです。どんなサンドイッチなのかを理解するために that 以下は関係代名詞説と考え切り離して考えます。はい、切り離しました。関係代名詞の意味は先行詞と同じでしたよね。this も含めて that と置き換えてみます。はい、置き換えました。では関係代名詞説の意味を考えてみます。 This sandwich you made for me. 先ほどの例文と違い、このままでは意味がわかりません。ここがちょっと難しいところです。このような場合は、関係代名詞節の中で This sandwich が入る場所を探します。ここに入れたらどうでしょう ?You, this sandwich made for me. こんな英文はありませんよね。ここはどうでしょう ?You made this sandwich for me. どうやらここがいいようです。 はい、できました。関係代名詞説の意味は、あなたはこのサンドイッチを私のために作った。だったのです。これで全文の意味がわかりました。Like、私はこのサンドイッチが好きだ。で、それがどんなサンドイッチかというと、あなたはこのサンドイッチを私のために作った。つまり、あなたが私のために作ったサンドイッチ、 が好きなのです。英文は理解できたので、攻略はここで終わります。しかし、あえて翻訳するならば、私はあなたが私のために作ってくれたこのサンドイッチが好きだ。になるでしょうかね。以上、関係代名詞を含む例文を2つ攻略してみました。なんとなく攻略のパターンが見えたのではないでしょうか。攻略パターンがよりはっきりとわかるように、4つの手順に分けてみました。 今からご紹介するこの4つの手順で、ほとんどの関係代名詞は攻略可能です。それでは、この4つの手順を見ていきましょう。手順1、名詞の直後に that, who, which, whose, あるいは w h o m が来たら関係代名詞を疑う。手順2、意味がわからなければ関係代名詞説を切り離してみる。手順3、関係代名詞の意味は先行詞と同じ。 置き換えてみる。そして最後に手順4。置き換えた単語が関係代名詞説の中で働く場所を探し当てはめてみる。以上の4つの手順を踏めば、ほとんどの関係代名詞は攻略できます。それでは腕試しでもう一つ例文を攻略してみましょう。さらに例文を難しくしますが、今挙げた4つの手順を踏めば攻略できるはずです。この例文を 4つの手順で攻略してみます。that watch その時計という名詞の後 that が来ています。ここで手順1です。名詞の直後に that が来ていますので、これは関係代名詞と考えます。すると先行詞は watch ですね。that 以下の関係代名詞説で watch の詳しい説明がされていると予想します。手順2に進みます。それでは that 以下を切り離してみましょう。 はい、切り離しました。続いて、手順3に移ります。that は watch と同じ意味ですね。t h e も含めて置き換えます。続いて、手順4です。t h e watch の入る場所を探します。ここではないですよね。ここでもない。はい、見つかりました。ここです。Mike gave me the watch. ここまでの意味は、 マイクは私にその時計をくれたですね。どんどん読み進めると次は just です。直前の文とうまくつながりません。ここで just 以降は関係代名施設の一部ではなく主説の一部であると気づきます。just 以下を主説に戻してみるとよりはっきりと文の構造が見えてきます。意味はその時計はちょうど昨晩壊れた。これで全文の意味がわかりました。 The watch. 時計がどんな時計かというと Mike gave me the watch. マイクは私に時計をくれた。つまり、マイクが私にくれた時計が Just broke last night. ちょうど昨晩壊れたのです。これで全文の意味が分かったので攻略は終えますが、あえて日本語に訳すならマイクが私にくれた時計がちょうど昨晩壊れたになるでしょう。 さて、続いては冒頭で紹介したこの文を攻略してみます。Laxative la は下剤の意味です。ちなみにこの文は私が勝手に作ったものではありません。Netflix のドラマ、Good Place の中で出てきたセリフです。普通のネイティブが普通に見るテレビドラマで出てきたセリフで、 書き言葉ですらありません。ネイティブならこの程度の英語は瞬時に理解できるのです。というわけで、この程度の英文は理解できるようにしたいところです。この文も先ほど紹介した4つの手順で攻略可能です。それではやってみます。は、私の友人は錠剤をくれた。ですね。次に that が来ました。手順1により、この that は関係代名詞と想定します。 すると先行詞はペオですね。続いて手順2です。関係代名詞説を切り離します。次に手順3です。先行詞と関係代名詞をアを含めて置き換えます。手順4、アペオが入る場所を探します。ここでしょうか。可能性はありますが、その直後にワンセカンダゴという複式として使うイデオムが来ています。意味はついさっき。 よって、ちょっと保留にしておきます。ここはどうでしょうここなら意味が通りますね。アピーでは気持ち悪いので、the pill にしておきます。これで関係代名詞説が解読できました。意味は、錠剤は疑うことなく下剤だったとついさっき気づいたです。これでも関係代名詞説がちょっとわかりづらいと感じる人がいるかもしれません。 そういう人は、the pill の前に、that をつけて理解してみましょう。I realized one second ago that the pill was definitely a laxative このようにすれば、that いかが従属説で、realized の目的語であることがはっきりわかると思います。I think that she is pretty の that と働きは同じです。これで全文の意味はわかりました。

疑うことなく下剤だとついさっき私が気づいた錠剤を友人がくれた。わかりづらいですね。さらに言い訳します。友人がくれた錠剤は下剤なのは疑いようがないとついさっき気づいた。関係代名詞の省略。関係代名詞にはもう一つ重要なことがあります。実は関係代名詞は省略されることがあるのです。例えば例文にこの関係代名詞は省略されることがあります。 I like this sandwich you made for me. これでも正しい英文です。ネイティブもよく使います。例文2以外でも、例文3や例文4の関係代名詞も省略可能です。ところが、例文1は関係代名詞の省略ができません。どうしてでしょうかこれは関係代名詞の働き方に関係します。関係代名詞と先行詞を置き換えると、関係代名詞説の中で置き換えた先行詞が 主語の働きをしているのがわかります。このような場合の関係代名詞は省略できません。このように置き換えた先行詞が関係代名詞説の中で主語の働きをしている場合を主格の関係代名詞と言います。主格の関係代名詞は省略できないというわけです。では、関係代名詞が省略できるのはどのような場合でしょうか例文2を使って説明します。例文1と同様に関係代名詞と先行詞を置き換えてみます。 先ほどの例文と違い、置き換えた先行詞が説の中で目的語として働いています。このような場合を目的区の関係代名詞と言い、省略可能です。さて、関係代名詞が省略された場合、どのようにそれを発見すればよいでしょう手順1が使えません。これはもう慣れるしかないのですが、一つの手がかりとして、名詞の後に前後関係のない名詞が続き、 さらに動詞が続いた場合、関係代名詞の省略を疑うとしておきます。というわけで、これを手順1に加えておきます。完璧な法則ではありませんが、慣れるまではこれに頼ると良いでしょう。所有格の関係代名詞。さて、ここまでで、主格と目的格の関係代名詞を学びました。実はもう一つ、所有格の関係代名詞というものがあります。例文で見てみましょう。 この英文を攻略しながら、所有格の関係代名詞を学びます。では始めましょう。マイクの次に、フーズが来ています。手順1により、これは関係代名詞です。すると、先行者はマイクですね。関係代名詞は関係代名詞でも、所有格の関係代名詞です。フーズは、所有格の関係代名詞にしかなれません。 なお、この所有格の関係代名詞も省略できません。手順2に従い関係代名詞説を切り離します。ここからが所有格の関係代名詞の特別なところです。通常だと関係代名詞と先行詞は同じ意味ですが、所有格の関係代名詞はちょっと違います。先行詞と置き換えるまで同じですが、置き換えた後、その先行詞を所有格に変化させる必要があります。 続いて手順4です。今回はこのままで良さそうです。Mother just passed away. ここまでで意味はマイクの母親が最近亡くなった。以上のように所有格の関係代名詞の場合は置き換えた先行詞を所有格に変化させて理解する必要があります。よって手順4に補足をします。これでアウェイまでは攻略できました。 さらに読み進めていくと、away と dead の間がうまくつながりません。よって、away までが関係ダメ施節であることがわかります。それ以降は、主説に戻します。主説の意味は、マイクは一週間学校に来なかったですね。これで全文の意味がわかりました。マイクが、どんなマイクかというと、 マイクの母親は最近亡くなった。つまり、最近母親を亡くしたマイクは、1週間学校に来なかったのです。全文が理解できたので攻略を終えますが、あえて訳すなら、先日母親を亡くしたマイクは1週間学校に来なかったとなります。以上、関係代名詞を含む英文の攻略法でした。ほとんどの場合で、 今回紹介した4つの手順で攻略できるはずです。最後に各関係代名詞がどのような状況で使用されるのかを表にしてまとめました。それがこちらです。この表によると、例えば例文1の who は that に置き換えることができます。また例文2の that は which に置き換えられます。 以上、関係代名詞を含む英文の攻略法でした。すべてをカバーしたわけではありませんが、これでほとんどの関係代名詞は攻略できるはずです。ご視聴ありがとうございます。よくわからなかったとか、ここをもう少し詳しくとか、あるいは取り上げてほしい文法解説などありましたら、コメント欄に残していただければ幸いです。それでは。